はい、みなさんこんにちは。レナです。タカです。ティブラボクです。最近サービスエリアにハマりすぎてカリアとかも動画出しましたけど。行きましたね、カリアハイウェイオアシス、ね、はい、それがなんか愛知県で一番人気なサービスエリアみたいな感じだったよね。レナさんがサービスエリアにドハマりしております。いや楽しいよ、いろいろ食べ歩きができて。食べたいだけだね。特に食べ歩きができて。今日は調べて岐阜県で一番人気なサービスエリアが川島らしいです、うん、おだからいろいろ食べたり遊んだり飲んだり食べたり食べたり食べたりする予定です。食べたりします。はい、行きましょう。ちなみに今調べてきましたよ。あ、ご当地グルメ、はい、岐阜県何があるんでしょう。私は全部知ってたよ。飛騨牛、お出た、一番有名な飛騨牛。飛騨牛があれば食べたいな。ケイ、ね、ちゃん、あのチキンの料理とか、ね、あとはほうば味噌、はいはいはい、ほうば味噌、あ、五平餅、五平餅は絶対にあるでしょ。五平餅絶対あるよ。五平餅は食べよう。うまそう。まあいろいろあるからちょっと何があるか見てみる。川島サービスエリア何があるのでしょうか。全部あればお腹パンパンになるだよね。やばいぜ。渋滞中、大渋滞起こしております。そんなことあるの。タカさん、私お腹減ってますよ。俺もお腹ペコペコになってきた。渋滞にはまってる場合じゃないよ。そうだよ。岐阜県突入しました、まあ、ですぐに見て渡ったところで、あれ岐阜の人が怒るかもしれないけど、うん、あのほぼ愛知でしょ。ほぼ愛知だから、ここがいいのがほぼ愛知だから。はい、到着でございます。めっちゃ混んでるよ、タカさん。めちゃくちゃ車多いな。一番最前列攻めてみる、はい、あ、どうぞ。空いてないよ 100% と言いますけど、だいたい空いてないよ、こういう時に。ハラ見て、ハラハラハラって空いてました。はいはい、みんな空いてないと思ってね、はいはいはい、遠慮するからね。はいはい、空いてましたね、サンジャさん。どっちが正しかった。今日は初めてタカが当てた。はい、レナ見て、早速あそこに飛騨牛って書いてあるわ。めっちゃいい匂いするよ。そこで買いましょう。もうめっちゃお腹減ってるから。社長さん、早速並んでます。こんなにいい匂いするならもう待てられないよ。お待たせしました。買ってきましたね、飛騨牛コロッケ。ミンチカツにしました。揚げたてだよ。だからちょっと待ったけど、今めっちゃ熱いよ。これ超ジューシーだよ。もうさすがに飛騨牛だよ。ちなみに今日はレナ社長何食食べるのでしょうか。皆さん動画の最後までぜひご覧ください。10食は目指しています。爆食サービスエリア YouTuber じゃん。見てこれ、絶対うまいよ。いやもう本当にパンパンの肉が入ってるよ。超うまい。うわ、魚釣りみたい。レナ釣り、はい、こうやって動いてるから。はい、30秒で終わりました。うん、よかった。もう一個食べたいぐらいうまい。うん、レナ社長が黙々と歩いております。有名でしょ、明宝ハム。ああ、明宝ハム、岐阜県有名なハムだね。で、ここに明宝ハムオリジナルのホットドッグがある。それを目指してます。ホットドッグ、おわー、美味しそう。野菜もついてて、あとはあのマスタードとケチャップ。あ、めっちゃ美味しい。このお肉の食感がすごいよ。ぜひね、岐阜県に遊びに来る人はね、明宝ハムとか明宝フランク、うん、マジで食べて。これこれ超うまいから、うん、あとこのパンが本当になんかふわふわで美味しい。レナ社長なんかブツブツ文句言ってますけど、どうしました。中の一口がでかすぎる。レナに食べられちゃうからね。そうだね、マジでうまいわ。マップがあったわ、レナ。でっかっ。何これ、どういうこと。めちゃくちゃでかいね。この地図の方が大事なんじゃない。食べ物地図、食べ物マップね。だからこれも食べたいし、これも食べたいし、いろいろ食べたい。めちゃくちゃあるぞ。レナ見て、オアシスパーク。あー、なんか本当にアウトレットみたいな感じ。すごいね。今ハロウィンのイベントやってるから、どこでも行列で、公園もあるわ。だから子供と来ると最高だわ、ここ。レナもあそこに混じって遊んでこれば。ちょっと私ちょっと大きいかもしれない。お尻がスポッとはまって。レナ見て、反対側にすごいずらりとお店が並んでる。イエス。ああ、それを目がけてきたんですか。イエス。さすが、さすがでございます。もちろん鯉が入っててめっちゃでかいやつがいるよ。あの奥、これ普通のサイズの鯉でしょ。超でかい。あれモンスター鯉だよ、これ今来るやつ。でかっ。食べ過ぎてんじゃない、ご飯を。あのめっちゃ浮いてるよ、餌。だから子供がめちゃめちゃ餌をあげて。レナみたいな。食べ過ぎて食べ過ぎて。そう
だよ。モンスター級になってる。あたこ焼きあるね。たこ焼き、キムチたこ焼き。さっき車で話したけど、ね、岐阜県キムチで有名らしいから食べてみるか。うん、キムチたこ焼きも食べたことない。俺もない。人生初。売り切れちゃった。残念。人が多すぎて。キムチたこ焼き売り切れでございます。また見つけたよ。何見つけました。豆腐田楽。うわ、うまそう。もうそんな悲しくなってきてるよ。俺もう売り切れちゃって。豆腐田楽も売り切れ。まあ見て見てこの人の量だからね。そうだね。もう今1時半だから。そりゃ売り切れるわな。これめっちゃ美味しそうじゃない？ドーナツ。ドーナツ。あ、デザートいきます。ね、ドーナツ。美味しそうなもの。めっちゃあるよ。見て。これ美味しそうだね。俺も思った。あ、でもポンデリングもあるよ。これもめっちゃ美味しそうだね。ドーナツをゲットしました。これ。うわ、ポンデリングにしてる。ポンデリングの焼いたやつか、よくわかんない。焼き餅リングって書いてあったね。うん、美味しい。めっちゃ美味しいよ。はい、全部食べるな。うん、あ、うま。食感もいい。だから、あの、うま。こう、クレームブリュレの上のキャラメライズダーシュガーみたいな、ね。これめっちゃうまいぞ。めっちゃ美味しい。ドーナツを食べて、次はリンゴ飴。うわ、これもすごいでしょ。これが多分カットされてこっちに入ってるんだね。頭いいでしょ、食べやすい。しかもめちゃくちゃ種類ある。見て、文句言わない。アールグレイ、富士抹茶とかダブルベリーワイトチョコ、なんかすっごい意外な感じ。シナモンシュガーもある。選べるよ、見て。ボールとカットとカップで選べる。これ、ちなみに何頼んだの。シナモンシュガー。うん、ヘルシーな味がする。ヘルシーとは真逆でしょ。だって飴が全部についてるでしょ。甘くないものを食べてからこれもう一回食べる感じ。ああ、まだ甘くないもの食べるの。食べる。もうデザートで終わったかと思いきや。いやいや、そんなことないよ。これたまたまなんか甘いものがオンザウェイだったよ。だから今から食堂に戻ろう。まだ食べるみたいです。さっきのオアシスパークのところに戻ってきたけど、ここフードコートでしょ。いろんなものがあって有名なのがこれ、タンメンね。これ岐阜タンメンめっちゃ有名だから、ね、だよね。注文完了しましたか。はい、221番で呼ばれる。ちなみにさ、なんか雰囲気めちゃくちゃいいよね、このフードコート。モダンな感じはするね。おしゃれだよね、うん、来ましたね。非常に美味しそうだよ。うまそう。匂いもいい匂いする。川島タンメンっていう人気ナンバーワンのタンメンにしました。うん、さっぱりしてめっちゃ美味しい。野菜たっぷり川島タンメンって書いてあったからね。見てこれ、もちもちして。子供連れも多くてめっちゃね、元気あふれてていいよ。あの人の食欲も元気あふれてていいよ。さっぱり塩味って感じだね、うん、本当にこれめっちゃ美味しいよ。マジでうまいよ。しかも野菜もりもりで、うん、これこそヘルシー、ね、何杯食べても太らない。そうだね、かもしれない。どうかな。太るでしょう。完食でございます。なんかコソ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 してなんかやってるなと思ったら、さっき買ったリンゴ飴食べてる。誰ですか。もちろん子供か。コソ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 。レナ見て、金魚すくいがある。私これやったことないよ。あ、金魚すくいやったことない。やったことない。今日の最高187匹。はぁ、187匹捕まえた人がいる今日。なばけないでしょ。おし、レナ200匹頑張ろう。だからね、2匹ぐらいしかもういけないと思うよ。200匹。はい、ということで、レナ社長人生初の金魚すくいです、はい、見て、みんな逃げるよ。入った。1匹入った。人生初金魚すくい、やった。1匹目。はい、君、ロックオン。1匹ゲット。やだ。タカが上手だった。オッケーと。もう容量掴んできたんじゃない、社長さん。レナがめちゃくちゃうまくなってる。うまくなって。成長スピードめちゃめちゃ速いです。あ、よかった。あれ、破れました。10匹ぐらい捕まえました。おめでとうございます。社長、はい、人生初の金魚すくい体験どうでしたか。めっちゃ楽しかった。見て、人生初のペットだよ。あ、ペットだと思ってる。美味しそうだなと思ってない。なんも出ないよ。これは大事に大事に育てようと思ってます。11匹の金魚たち、楽しかったね、金魚すくい。うわ、ここの雰囲気いいね、広々としてて。そうだよ、日陰で涼しくて。そうだね。お、タピオカがある。いや、めっちゃ並んでるよ。社長が
片手にできました。すごい桃持ってる。すごい美味しそうでしょ。じゃあいただきます。これうまそう。これめっちゃ美味しい。今年ほとんどかき氷食べてない気がするよ。でも今日さ、めちゃくちゃ天気いいじゃん。これ雲一つないのよ。あ、ちゃんとしたイチゴのソース。なんかレナが変なこと言い始めた。この氷がミルクの味がして、ミルクを凍らせたやつじゃないとか言って。そうだよ、多分違うよ。 100% そうだよ。多分普通の氷だよ。 100% そうだよ。これ練乳がかかってるからその味がするだけで、絶対普通の氷。はっかに牛乳だよ。牛乳ってことにしとこうか。イエス、お願いします。次は何を食べる。ミルク氷の味はどうですか。絶対に水です。もう 100% ミルクだよ。見て、白だよ。練乳がかかってるだけやって。この次に何を食べる。チュロスとかまだ食べてないの。チュロスは絶対食べないと帰れないんですか、あなた。あとソフトクリーム。ここに公園があるわ、普通に左側。そうだよ、みんな遊んでるよ、子供の遊具の公園。あ、食べた。あ、食べきった。これ 100% ミルクだよ。まだ行ってる、この人怖い。マジ川島サービスエリア広すぎて、一回迷子になったら多分出会えません。だからちゃんと前見て歩かないと川に落ちますよ。気をつけてください ね。たまに誰かに押されて落ちることもあるからね。誰かに。こうホイッと誰かに。こっちにはなんかまた別のものがある。あ、鯉の釣り堀だって。ここで釣り堀できる。魚がいるよ。名前知らないよ。これこれヤドカリ。かわいいよ。かわいいと思ってるのか、美味しそうと思ってるのか、どっちですか。かわいいと思ってる。プチ動物園って書いてある。めっちゃかわいい。ヤギたちと、あとはここに牛じゃないよ。牛見て。牛、あれ牛。え、牛肉ってあの肉なんだ。あれは羊です。羊、そう牛ではございません。モルモットもいるね。モルモット、ウイ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 って言うよ。牛の鳴き声はメーで OK。 合ってる。モーだね。え、日本の牛がモーなの。そうだよ、モー。ドイツの牛がムーだよ。あ、そうなの。そこちょっと違うんや。ちなみに鶏はコケコッコーだよ、日本。そうだよ、キキリキ。全然ちゃうやん。そう、滝見つけました。滝これだ、さっきマップに書いてあった滝。そうだね。じゃあこれでほぼ全部見えたってことだね。水が綺麗だ、うん、で、この奥に水族館と観覧車と食べ物。本当は食べ物ある。ちょっとあそこ見に行く。あるか、見てみよう。どうしたのか、最初立ち止まって。めっちゃ美味しそうなクレープがあるよ。あとソフトクリームもあるよ。うわ、美味しそう。クレープが欲しくない？クレープ欲しいね。ね。クレープができました。めっちゃなんかプレゼンテーションがめっちゃいいよ。何したの？チョコバナナカスタード。デブデラックス。デブデラックス。うん。うん。うん。これめっちゃ美味しい。よう食べれまんねえ。甘いものはいくらでも入るよ。うん。え、それ一人で食べるつもり？ノーノー、最初からのシェアするつもりだった。シェアするつもりだった。はいはい。どれ、これずっと動画回しとこうかな。本当にシェアするつもりがあるか。何何どうしました。揚げパンがある。まだ食う、まだ食う。メイビー。え、途中で人入れ替わった、もしかして。何が。同じ人とは思えない食欲なんだけど。あ、そう。揚げパンは大行列だったので諦めです。どんどんちょっとお腹いっぱいになってきたから。後ろがね、アクエリアム水族館川島、うん、世界淡水魚水族館だって。淡水魚が多分いっぱいいるんだね。意味がわかんない。あ、美味しい魚たちってこと。わかった、わかった。じゃあお腹減ってる時には入らない方がいいよ。そう。食べましたね、うん、お腹いっぱいでございますか。食べましたね。食べました。だから観覧車乗らなくていい、これ。前回乗ったでしょ。カリアハイオース乗ったね。そう、一緒でしょ。ぐるり森大冒険、迷路のアトラクションがある。多分子供と一緒に入ると楽しいやつ。あれ、社長どうしたんですか。これお店ですよ。あれ、もう帰る約束してませんでした、さっき。喋れなくなった、口なくなった。出てきた、社長が出てきた。笑顔で出てきた。ソフトクリーム。締めのデザート美味しいですか。最高。さっぱりした感じ。ちなみに塩ミルクソフトって書いてあった。その味がする。その味がする。わかる。チョコレートの味しない。大丈夫、うん、ちなみにね、すごいよここ。ここはバーベキューがやれる。バーベキューエリアがある。そう、
であのグリルがあってなんかすごいいい感じの椅子があってなんかこうセットを注文して食べれる。そう今から食べよ。めっちゃ俺帰るわ。帰る逃げるわ帰るわバイバイ。帰りましょうかね。もうだいぶ日が傾いてきましたね。12時手前ぐらいに来て今もう3時半とか4時食べましたね。ここにめちゃめちゃあるよ。子供いたら多分2日間ぐらいは楽しめる。そうだよ。ということで帰り道ここから47分もかかる。家が意外と遠い。岐阜県ですからね。でもあの お腹減ってこない。ここにまだあるから。まだ食べてる。ちなみに夜ご飯はもうすごい天才やん。夜ご飯焼肉だ。7時から夜ご飯だからね。お腹減ってこない。3時間走ればね大丈夫やね、はいはい、運動します今から川島サービスエリアどうでした。川島もう食べ過ぎて口回ってないやん。シュガーショック。川島はなんか思ってた以上になんか多かった。めっちゃでかかったな。あのカリアよりもなんかここの方が食べるところとか、うん、多い。めっちゃ多かったね。全然食べるところも多いし子供と一緒に遊べるところも全然多い。めちゃめちゃ人がいた。これはねあんだけ人集まる理由分かるわ。そうまた遊びに行きたいよね、うん、でもこれからも他のサービスエリアも行きたいでしょ。どんどん攻め込んでいきたい、ね、今愛知県行って岐阜県でしょ。三重行ってもいいね。オーケー。三重県か長野県あたりのサービスエリア、ね、で皆さんのおすすめがあればぜひコメント欄に書いてください。教えてください。もう一個のりんご飴食べよう。やめてください。俺のだから俺も食べますよ。はい喧嘩になってる。今日食べた記憶ある。食べた記憶はあるよ。あるさすがにある。食べた記憶はあるよ。さすがにもう食べた記憶すらなくなってるかと思った。いやそんなことはない。はいということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。